伊藤さんとです。パッてと。よいしょ。肉に。ああ、やっぱりここだ。俺が今やりすぎたのかな。ここと。これはもうチューブを変えた方がいいな。さよならだ。これは直せない。自転車屋さんを。それはさておいて、そしたら。高速があって自転車にカゴがついてなきゃダメだったっていう話で、まあ、ちょっと異論ありつつもできるだけ沿う形でちょうどあったので在庫が頑張ってみようかなと思ってます。よし、どうするどうする、逆さじゃないな、これを作業台欲しいね、やっぱりこれじゃ木が傷つきそうだもんな。ちょっと待ってよ、まずはこれを立てる、そして片付ける